ネです。豚です。二人合わせて。コンビ名なんてない。だー。ってことで、久しぶりの欅の部屋の時間です。僕もツッコミは無視なんですね。今日は、明日の東京ドームのサプライズ予想をしたいと思います。そっか、今日から欅坂46は、初のドーム公演なんですよね。そうです。明日が夏の全国ツアーの一連のライブの千秋楽なわけです。そうなると何か発表がありそうですもんね。わかってるねー。で、ブタくんはどう思ってるの？僕の予想はズバリ9枚目の新曲発表でしょ。先日のケアかけでも選抜メンバー発表したし、初希望&発売日発表だと思いますよ。8枚目の黒い羊以降、待ちに待ったシングルですから、今からワクワクが止まりません。なるほどねー。タネさんはどう思ってるの？僕の予想はアルバム発売決定ですね。アルバム？そうです。もちろん9枚目も大事ですけど、冬発売が今発表じゃちょっと早い気がするんですよね。確かに。さらに CM タイアップ曲に10月のプールに飛び込んだがあったので、この曲は10月に出したいと思うんです。そうなると出す方法はアルバムしかないんじゃないかな。前回のファーストアルバム真っ白なものは汚したくなるがシングル4枚目の直後だったから、8枚目のコート考えても今のタイミングは全然ありだと思うんだよね。こう考えたね。そうでしょう。でも実際一番まずいサプライズとして卒業。ああ、それはないと信じよう。絶対ないって言っておこう。怖いから。ということで、サプライズを楽しみに待ちたいものですね。あなたの予想は9枚目ですか、セカンドアルバムですか、コメントで教えてね。ではでは。